熊八です今回は、Zoom でサポート予約を入れる方法っていうことで、えー、お話しさせていただきます。まずですね、えー、Zoom アプリを、えー、インストールしていただく必要があります。ダウンロードページからですね、インストールしておいてください。えー、Zoom のアプリが入っていることが前提になります。で、まずはじめにですね、えー ユーザーが予約するまでの流れっていうのを今表示させていただいているんですけども、えー、ユーザー新規登録からマイページログイン、サイ,サイドバードですね、えー、日別スケジュールを開く、日付を選んで予約したい時間をクリック、予約ボタンをクリック。えー、まず会員登録なんですけども、えー、会員登録ページ、えー、ちゃんとサイトの方に 設けております。こちらの方からですね、えー、まずはユーザー登録をしていただいて、えー、このサポート予約を取っていただきたいと思います。登録しますとですね、このようなメールが自動的にあの流れます。で、ユーザー ID、パスワードが書かれて、ログインページのアドレスまで入っております。 こちらでですね、えー、ログインできるか、まず試してみてください。まれにですね、あのー、マッチングが合わず、ログインできないこともありますので、えー、こういう感じですね、ログインに失敗したっていう場合はですね、えー、ブラウザーを、えー、変えてみてください。あの、Chrome でダメなら、Edge とか Firefox とかですね、Opera とかですね、いろいろ試していただければと思います。 で、ログインしますとですね、サイドバーの赤枠の部分ですね。こちらをクリックして、えー、予約ページに移ってください。で、予約ページに移るとですね、こういう画面になります。で、あのー、今赤枠でですね、あのー、囲っている上のカレンダーの部分ですね。 こちらを開くと、えー、予約の取れる時間帯が表示されます。青いところが予約の取れる時間帯です。で、会う時間をクリックしていただきますと、こういう画面になりますので、こちらでよろしければ予約ボタンを押してください。 予約ボタンを押しますとですね、あの、このような画面に切り替わります。これでいい場合はですね、えー、そのままログアウトしていただいて、えー、あ、間違ったっていう場合はですね、キャンセルを確実にしていただくようにお願いいたします。あの、その時間空けておりますのでですね、よろしくお願いいたします。で、えー、予約は完了しますとですね、ちゃんと予約を受け付けましたというあのメールが届きますので、 このようなメールを、あの、しっかり確認していただくようにお願いいたします。で、このメールはですね、ユーザー登録したときに登録したメールアドレス宛に送られますので、えー、お間違いのないようにお願いいたします。で、今回ですね、えー、説明した、この、 関連ブログの記事がありますのでですね、そちらでゆっくり見てい,ていただくようにお願いいたします。あの、YouTube 動画詳細の方にこう入れておりますので。またですね、えー、自信のない方は、えー、o o m でフォローさせていただきます。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。